1864年のケベック会議はカナダの各植民地の代表者により連邦化が決定された会議である。各植民地の代表者たち19世紀半ばの北アメリカは南北戦争で北軍が勝ち、北部ではカナダ併合論が勢力を取り戻していた。その上、イギリスの郵便トレント号に乗っていた南部の特使を北部の海軍が連れ去ったことで、 英米海戦の兆しが見え始めていた。イギリスも植民地防衛の観点からやむなくカナダの連邦化に踏み切るも、カナダの政治が不安定なため、内閣はフランス系急進排外で大連立を組むことになる。一方で、大西洋に面したノバスコシア、ニューブランズウィック、プリンスエドワード島の3つの植民地で、宴会同盟計画が進められていた。この地域は、 旧アッパーカナダと旧ーロワー,ーカナダの連合の夜、連合カナダよりもアメリカとの結びつきが強く、五系条約まで結んでいたが、南北戦争により、アメリカから連合カナダの市場開拓に目を向け始めていた。しかし、連合カナダ側の鉄道建設協定一時放棄、再浮上した、宴会同盟計画の会議をが行うことになったため、1864年9月、 連合カナダは強引に会場のシャーロットタウンに乗り込んでこの会議に参加した。これがシャーロットタウン会議である。同年10月、ケベックシティで再び会議が行われ、5つの植民地の代表33名が20日間話し合った結果、連邦結成の基礎となる72条のケベック決議の採択がなされた。一番の懸念は連邦政府と 州政府の権限をどうするかであった。シャーロットタウンとケベック、両会議の中心であるジョンウェイ・マクドナルドは、中央集権的体制を理想としたが、イギリス系と対立する、フランス系、従来の自治を守りたい、宴会植民地には、受け入れられず、形の上は、アメリカ的な連邦制で、立法権は、連邦議会に委ね、州レベルの立法は、 教育や民法といったものにとどめた。連邦議会は上下二院制で会話、人口比例代表制での選出であり、これは特に西カナダに有利だった。上院は地域同数代表制で東西両カナダと宴会職務員地がそれぞれ24議席を保有した。上院の議員は任命生活終身制だった。また、関税が重要な歳入であるため、 州政府に一人当たり80セントの交付金を払うことも決められた。これによりカナダは南北戦争による存亡危機の反省から旧連合カナダが主導権を握り未開拓の西部カナダと宴会植民地を自国内植民地と位置づけアメリカに対しての防衛力を強めた国家へと変節していったのである。また西カナダをオンタリオ州東 カナダをケベック州として再分割することも決まった。1867から1870年の核、植民地の状況をフェニアン同盟とカナダ市民軍によるリジオへの戦い連邦化の法案成立は困難を極めた。フランス系急進派は優に及ばず、イギリス系からも批判があったが、大対案は難しく、結局大連立政権により、 大佐でこの法案は通った。しかしその直前には、ニューブランズウィックの総選挙で反対派が干渉していた。連邦参加による競争の厳しさ、鉄道予定地から、シュートセントジョンが外れたことが、反対派を動かしたのである。またノバスコシアプリンスエドワード等も、連邦化には、有権者の意思が反映されていないことや、利害関係から反対し、 ニューファンドランドもイギリス重視のため連邦には乗り気でなかった。このままでは連邦は暗礁に乗り上げるとして大連立内閣のメンバーは本国の強圧を求めることにした。一方イギリスも南北戦争後はカナダのみでの防衛体制を望んでおり、それにはカナダが国家としての体裁を整えることがふさわしいと考えていた。1865年6月。 自由党政府の植民地大臣、エドワード・カードウェルは、ニューブランズウィックやノバスコシアに圧力をかけ、前者での出直し総選挙、後者での連邦支持を実現した。宴会植民地は、財政赤字でもあり、南北戦争で、北アメリカ植民地交際の信用が低下したことも、あって、中央政府に債務を引き受けてもらわざるを得なくなった、こと。また、アメリカで、 アイルランド系のフェニアン同盟がカナダを人質にイギリスからの独立を迫ろうとしニューブランズウィックに攻め込んだことなどでニューブランズウィックとノバスコシアが連邦参加に動き出したこの二つの植民地の支持により連邦成立はほぼ固まった1866年12月ロンドンで本国政府に連合カナダノバスコシア ニューブランズウィックの各代表が集って、ロンドン会議が行われた。ケベック会議に表面上の修正を加え、143条の英霊を着たアメリカ法が完成を見た。カナダの国名として、マクドナルドはカナダ王国を望んだが、本国政府からあくまでもカナダは植民地であると主張され、また君主国の名称はアメリカによからぬ刺激を与えるとして、 旧約聖書の詩編から、トミニオンの名称が採用され、カナダ自治領となる運びとなった。この法案は、イギリス議会で可決され、ビクトリア女王の直挙のもと、1867年3月に、成立した。この会議に出席した4植民地は、同年7月1日にこの法律を施行した。この日は、現在、国民の祝日の、カナダデーとなっている。 木村和夫編、カナダ市山川出版社、1999年、169から181ページ。ザ・クイベック・コンファレンス、トゥアーズ・コンフェデレーション、カナディアン・コンフェデレーション、ライブラリーアーカイブスカナダ。ありがとうございます。